はい、うまみ丘陵公園にやってきました。ツツジがいっぱいでございます。今日はツツジを見に来たんじゃなくてね、チューリップを見に来たんですよ。チューリップをね、まだあるかね。お、まだありますね。もうツツジももういっぱいね、咲いてるんだけどね、ちょっと去年よりも早いね。随分早い。チューリップフェアが土曜日、日曜日でしたかね、17日まで、ね、終わりましたんでね。あー、なるほど。やっぱり残念な結果でございましたね。もうちょっとね。やっぱり、公民館の方では今一方でございましたね。おー、開け。いっぱい開いてますね。白でしょ。あとね、黄色がね、こっちあるんです。黄色があるんですけどね、ここに。そしたらどうしましょう。向こうから行ってみましょうか。花畑の方にちょっと行ってみましょうかね。今満開でございますね、白はね。この辺はどうなんですかね、もう終わったんかな。ちょっと終わったような感じだね。ずいぶん早いですよね、つい、これ。去年もだいぶ早いと思いますけど。講演会久しぶり来ましたね。ずいぶん来てませんでしたね、これ。あるみたいなんですよね。ツツジも咲いとるけどな。残念なことになってますわ。花植え始め早かったんでね。ほんでお通しなんかやったら、どうやったかな、連休まであったかな、連休ぐらいが。せっかく来ましたけどね、こんな状況です。ピントが合いませんかな、ほら。そしたら残念ですけど、バックしましょう。ね、すごいですね、これ、やっぱり。数字ね、はい、ピンクと白がね、綺麗やけど、これ花水木ですかね。花水木ですね。これもそうやね、色が違うけど。この数字がね、綺麗ですよ。満開ですね、数字ね。この辺まだやな。もう一度楽しみますよ、これは。花の広場に来てきましたけど、どうですかね。ああ、ここも一緒ですね。かかりすぎてますわ。そやね、もう20
日ぐらい前やからね、3週間前やもんね。初めて春のさ撤去作業あんまね、撤去してある。